そばに乗せられたナ、ナルト巻きナルト巻きは、魚肉のすり身を主原料とする断面が、渦巻き模様のかまぼこの一種。略称は、ナルト。ナルト海峡の渦潮にちなんで名付けられたと言われている。その由来は定かではないが、江戸時代後期の五色巻きの赤巻きだけが独立して残ったものという説もある。白色と、食用色素で赤く着色した二色のすり身を用いて、 作られた細長い円筒形の魚肉練り製品である。周りが巻きすで押したようにギザギザになっているものが多い。もともとは麦わらのすだれ巻き場で販売され、使用時に麦わらを取り除き、輪切りにすると歯車様になるものであったが、現在では専用の機械によって成形された大量生産品がほとんどである。一般的なかまぼこに比べてつなぎが多めであるため、 魚肉の風味は少なく、やや粉っぽい食味である。このためそのまま単体で食されることは、ほとんどなく、もっぱら付け合わせや、調理の素材として用いられる。ナルトの渦潮小口に渦巻き模様が見られるのが、特徴で、ナルト巻きのナルト巻きたるゆえんである。薄切りにして使われることが多く、のしの縁起を担いでか、渦巻きの部分が、のの字に見える面が表とされる。全国的には、 周囲が白いものが主流だが、九州地方など一部の地域では、周囲が赤いものも存在する。もともとは二色の練り物を重ねて巻いたであろうことから、想像すると、こちらの方がより本来の姿に近いと考えられ、富山県の特産である赤巻きなどにその原型を見ることができる。北海道や東北では、外側の赤と緑色の渦巻きという三色使いのものも見られる。 ハワイなど海外で売られているナルト巻きも周囲が赤く、鮮やかな紅色が使われている。これは明治、大正期の移民が伝えた、当時の姿が継承されているためと推測される。畜炭を使用した黒いものも存在する。静岡県八重洲市で消費量の9割を生産している。主として日本風の中華料理店において、ラーメン、冷やし中華などのトッピング、チャーハンや、 中華丼の具材などとして使用される。特に、東京ラーメンには欠かせない存在だが、2000年代には、旧大前とした印象を避けるためといった理由により、使用が減ったこともあった。地域によっては、おでんや煮物などにも使われることがある。タレントの石原良純が、ナると大使を務めている。焼津市ウェーブサイト、焼津市、なると巻より、渦の道ウェーブサイト、 ナルトの雑学より、やいずしウェーブサイト、やいずし、ナルト、マキ、ハット R25、第11回ラーメンを彩る、名脇役、具材の進化。2016年3月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年2月17日閲覧。ありがとうございます。